秋月の入り口にあるメガネ橋は日本でただ一つ御影石でできた石橋として知られています。筑前の小京都と言われる秋月の風光明媚な光景の中にあってなお存在感放つその見事なアーチ型の橋は文化7年1810年当時の八代藩主黒田長信が最初に手掛けたのがこの橋造りであります。長信の計画を実務から後押ししたのが秋月の主席家老宮崎織部であり現在は県の指定文化財となっています。その昔ここに板で橋が架けられていた頃は古書山の恵みを受け残り川の水は枯れることなく一年中流れていました。しかし大雨が降るたびに川の氾濫で橋が流されてしまったそうで現在の長崎県にある中島川の石橋を参考に現地から石膏を招いて数年がかりで工事を進めたそうであります。このメガネ橋を渡ったところの道は角形の S 字型になっておりここに関所があったと言われています。ここは関所跡ですか？この跡だから、こうカクカクと曲がってるんです。はい、あ、それで曲がってるわけですね、関所跡だから。はい、関所跡ですね。はい、これ関所です、でここに突き当たりして家がここから3軒あったんです。でこの道はですねこのぐらいの道だったんです。この家のこの道がですか？はい、でこれを保存するためにやりました。保存するためにこの道を広げてしたということです。あ、大体この道がこれくらいやったんですか？はい、このくらい琵琶湖辺りこう屋敷が3軒なら先生が知ってるのはこの道ですよね。その道はもう なかったでしょ。小さい道は。いや、小さい道がありましたね。あ、そうですか。はい、これを保存するために作ったんです。昔はここバスが通ってました。あ、いや、ネットでですねこの橋の上の車が通るんですよ。はい、大丈夫かなと思う。バスも通るんです。でこれを掘り起こしてアスファルトやらしてたからですね元に戻そうって言ってそのためにこの道を広げて。なるほどですね。ということはですよ、こういうその先生のところの作りは昔からのその秋月の乱時代からおられた篠崎製です。はい、そうです。武士ですね。五人武士ですよ。五人武士。五人武士だと。いや、家来を家来士族じゃないです。士族とですね商売と二つ。あ、その頃はですね。だからうちの家は二軒分ある。あのうちの家は完成ですから、この燃えるこの火事人で燃えてしまうまでは保存家に保存物件って言って家を残すつもりでおったんですけど160年が経ってます。ところが火事で燃えてですね、はい、それで昔の形は基本はもう一緒です。家の中こっち側にあのあれがあるからですね、あの扉とかあるじゃないですか、昔の蔵みたいな。で昔もあのままですか？はい。なるほど。で中へ行ってもらったらですね、こっち側手前の方はあの牛の家ですから、はい、天井低いです。はいはいはい。反対は商売ですから、この天井高い。なるほど。家の中で刀が抜けない。だからうちの家もそうです。ホラガイとですね、ホラガイと槍と吹き矢とが柱の横柱には全部置いてあります。今それないんですよ。もう燃えてしまいました。そうか。吹き矢はこっち吹いただけで
電柱に飛んで100メートルと軽く飛んでます。秋月中学校の講堂から鳴り響く太鼓の音が心の奥まで響き渡ります。鎌倉時代初期の1203年、秋月種勝は古書山に秋月城を築いた。しかし天正15年、1587年、九州平定に乗り出した豊臣秀吉の大軍によって秋月城は完全に包囲され、種勝は秀吉の軍に降伏した。秀吉は鎌倉時代から続く秋月氏の血が絶えるのを憂い、秋月種実に日向高鍋三万石を与えた。これによって秋月城は廃城となった。寛永元年1624年、黒田長政の三男黒田長興が5万石を与えられて秋月に分封すると、廃城になっていた秋月城の建物を移築し大改修を行った。以降秋月黒田藩は12代続いて明治維新を迎える。現在城跡の大部分は秋月中学校の敷地となっていて、当時の趣を浮かばせている。秋月に鎮座する宮地岳神社です。秋月氏の時代には古書山城を守る福岳城があり、黒田家時代には時を告げる鐘が置かれた時櫓があったそうです。こちらからは古書山から秋月の城下町までを見渡すことができ、さまざまな歴史を一望することができます。秋月の城下町、坂口酒店、ここで買いました。今日はもう一杯飲んで寝ます。疲れた。